アメリカの9月の住宅着工件数は年間算で125万6千0戸と、およそ12年ぶりの高水準だった前の月から9.4%減少し、市場予想も大きく下回りました。一戸建て住宅の伸びは住宅ローンの低金利に支えられ、全体としては安定していたものの、南部以外のすべての地域で減少しました。変動の激しい集合住宅は大幅に落ち込みました。 また先行指標とされる着工許可件数も前の月より2.7%減少しまして、